も山貝 TV です。こんにちは。本日は僕の食事ルーティンをご紹介していきます。今日は僕がバレエダンサーとしてどんな食材を買って、どんな調理法をして、どんな料理を食べているのか、朝昼晩何を食べているのかを順を追って説明していきたいと思います。あと今日はね、他のバレエダンサーとして、ブランドン・ジャスト君も、来ております。それではごゆっくり。 I don't know how to use this time with this. What's your house number? I don't know.Gluten free corner. This is also interesting, like, we don't really carry, or I don't know. Oh yeah, we don't carry this outside. Or maybe. I live in Hokkaido, that's why. Or this, is it more like a city? No, Hokkaido is very like rural, not the city, like town.これは卵ですね。卵はね、できるだけこの見えるかな、フリーランジ、ケージフリーのものを買っていますね。はい、そんな感じで。そう、あ、そう、今からね、ゆで卵を作ります。 This is the first thing I have in the morning. Yeah, honey and lemon. You can see it, but like it's warmed water. これはニューヨークでなんか働いてた時にお店の人にお勧めされたんで、これいつもやるようにしてます。レモンと蜂蜜を少し混ぜるっていう。蜂蜜はね、よくそのあまり安いものを買うと、その砂糖を混ぜた、シロップを混ぜたものをねになっちゃうので、あまり良くないので、まあちょっとね値段も上がるんですけど、できるだけいいものを買うようにしています。 What is that? 緑茶。まあその朝ごはんはね、できるだけそのタンパク質をね多めに摂るようにしてるので、まあ、卵を食べるんですけども、この前ネット記事で見たんですけど、最近の研究ではその1週間に卵を確か3個以上だったからね、確か3個以上食べる人はあまりにその健康に良くないっていうのもね、そういう記事をちょっと目にしたんでね。卵はね毎日は食べてないんですけども、今これトースターでパンを、トーストしています。でこれ食べるのはヨーグルト、ラクトスフリーなやつですね。アメリカのミルクはね、僕はあのお腹を壊してしまうので牛乳は食べな飲まないようにしてるんですけど、カルシウム不足になる。おう XXX で、これはパンにのせるやつですね。ターキーブリース、ターキーとチーズ、あとはオリーブオイルを塗って、まあスペイン料理風ですかね、わかんないですけど。その先ほども言ったんですけど、僕はその太りにくい体質なので、あまり、まあ、何を食べても基本太らないんですけども、油に関してはね、そのすごい気を使っています。これは今常温で保存している、バターですね。バターです。バターは必ずいいものを買って、あとはオリーブオイルと、ココナッツオイルは最近使ってないですけど、油にはすごい気をつけてます。ちょっと今気づいちゃったんですけどね、今冷蔵庫見たらあのコーヒーがなかったんで、ちょっとねコーヒーにはね、こだわり飲み方があるんで、それも紹介したかったんですけど、ちょっと今回は残念ながら、モーニングルーティンを見てくださったら、それに載ってます。今日はねそういうメニューなんですけども、まあ、あくまで今回は一例だったので、他にもね僕は朝に何食べてるのかと言いますと、このサラダ、スプリングミックスにサラダドレッシングをかけて、でチキンは保存、たくさんね保存しやすいように冷凍してるんですけども、チキンをボイルさせて、食べています。いただきます。あの炭水化物をできるだけ割いて、
その脂質をできるだけ多く取るっていうのをね、最近流行ってると思うんですけど、僕の場合はその基本的な炭水化物もね、取るようにしています。例えばその米だとかパスタとか、ブレッドだとか、あとそのスリムなね、減量をしたいって考えてる人はその炭水化物を減らすこともいいんですけども、まあある程度一定の量を少した、食べないとあまり体に良くないらしいです。はい、僕が必ず食べてるものはオニオンとレモンとか、アホ、トマト。これは僕のランチですね。こういうチョコレート、マカダミナ、こういう箱をね、まとめ買いして、バーを買って、ランチにします。あとこれが普段なんか摂取してるものですね。フィッシュオイル、筋肉痛だとかに、ね、なった時にすごいいいです。 MCT オイルはコーヒーに入れます。これ BCAA とプロテイン、BCAA 入りのプロテイン、これは最近よくの、これをね、飲んでるので、ね、この2つ今飲んでないんですけども、まあそんな感じです。 BCAA を飲むタイミングといたしましては、運動の前後がいいらしいので、特に後ですね、その運動直後に飲むか飲まないかによって、その次の日のコンディションがもうガラッと変わるので、持参するようにしています。はい、持参の方法としてはいたしましては、これね、バッグの中身でも説明したんですけどね、このカップに、詰めています。バッグの中身っていう動画もね、ご参照ください、新規の方はね。はい、あとね、もう残り10分ぐらいでね、外に出なきゃいけないので、もうねらいさんも先に出ちゃいました。はい、Let's go. Knock the door. Yeah. Let's go. Whole new world. Yeah.今からね、そのスタジオに行くんですけどもね、いつもお昼に食べてるバナナがちょっと切らしていたので、あとコーヒーも、だから今からね、ちょっとデレによって、ハロー、デレによって、その食材を調達していきたいと思います。日光久々にいい天気なのでね、そのでサングラスもかけたいところなんですけど、日光を目からね入れるのがすごいいいらしいので。 Hey, how are you doing? Good, are you? Good. I'll stay out of your way.What? I'll stay out of the way of you. Oh, no worries.今1回目のリハーサルが終わって、次の2回目の、リハーサル前のディナーブレイクです。今日はね、8時にリハーサルが終わる予定なので、ディナーが遅くなります。普段は、ランチブレイクみたいなのはあっても5分10分ぐらいなので、こういう間食で済ませています。はい、今ね、ちょっとブレイク中なんでね、外に出てるわけなんですけども、ブレイク中はね、できるだけ外の空気を吸うのと、日光を浴びるっていうことはね、まあ、バレーは特に室内なので、日光を浴びるなので、それも含めて外に出るようにしています。まあ、今回食事ルーティンということでね、まあ、僕が一番重要視している食べ物をちょっと今紹介したいんですけども、それは何かというと、はい水ですね。水をたくさん飲むこと。うん、いや、これ食べ物じゃないかって思うかと思われるんですけど、いや本当にね、僕は特に発汗量がすごいので代謝が良くて、それも含めて1日に最低でも3リットルは飲むようにしています。だいたいおしっこの色が黄色になっていたら、それはもう軽い脱臭症状に陥っているということなので、まあその自分は運動してないから大丈夫みたいな思われる方も多いかと思われるんですけども、いないかな。運動していない方でもね、おすすめしたいのかと言いますと、その水の水分を体が不足してしまうと、脳にね、水分がなくなってしまうと、脳は水分が足りないのに糖分が足りてないということを錯覚して、甘いものを食べたくなっちゃうんですね。そうだから、痩せるためのダイエットっていう面でも、その水をたくさん飲むことはすごい重要であるという、ちょっとね、それが言いたかったことです。ちょっと長くなっちゃったかな。で、あとね、僕はコーヒーをたくさん飲むっていうことなんですけども、それもコーヒーをね、最低でも1日2杯でたくさん飲むんですけども、まあ、コーヒーには利尿効果があるので、発汗量が多いっていうのと、その利尿効果も含めて3リットルは飲むようにしています。まあ基本的に2リットルぐらい飲めば多分足りると思うので大丈夫だと思うんですけども、まあそれは人によると思うので、運動量とかの
仕事量とかで、それはもう自分のおしっこの色によって決めたらいいと思います。はい。What are you eating? Popcorn. Popcorn? I'm so hungry. That's not real food. Boys and girls, please come and sit up here. Oh. はい、ということでね、今日はね、今リハーサルがやっと終わって帰ってきて、今9時10分なんですけど、今からディナーを食べたいと思います。ちょっと作っていきましょう。それでは今日は、これからパスタを作っていきたいと思います。前回のナイトルーティンと一緒です。 OK。 まあディナーはね、こうやってリハーサルね、オーディーやった後でもね、毎回必ず作るようにしてるんですけども、その理由といたしましては、その料理に時間をかけるっていうそのプロセスが結構 大事で、そのなんか脳にいいらしいみたいですね。いい例で言うと、そのファストフードですね。ファストフード、オーダーしたらすぐパパッと出てくるようなファストフードの店ばかりに行ってると一瞬で得られる快楽っていうのに慣れちゃいますから、それにあまりそれが良くないらしいです。料理するのが自体のが好きなんですけども、そういうも理由です。あと写真に合わせたキノコをね、ちょっと使います。ちょっとご飯食べます。 Alright. Thank you for watching this videoI hope it was like helpful for you guys. はい、ということでね、今回食事ルーティーンということで、まあ僕の食事ルーティーンもね、今後もどんどんね、新しい情報が耐えるにつれて、食事環境が変わるにつれてどんどん変わってくると思います。自分と体と会話をしてベストな、食事ルーティーンを探してみてください。 OK、 Bye. See you in the next video. Bye bye. チャンネル登録お願いします。Yep. Please like and subscribe. Bye bye.